こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、はい、第6戦。はい。終わりましたね。はい、終わりました。すごい試合でした。あ、まあ、すごい試合で。本当に、なんかプロ野球の、なんか全てがこう含まれてるような緊張感もあったし、はい、なんかすごいいい試合だったなというね、そういう試合でした。もうどっちが勝つか最後までわからないな。いや、もちろんそうね。はい。はい、まあ、立ち上がりから、ちょっと振り返っていきたいと思いますが、はい。まず先発ケイと戸郷、はい、ね、で、はい、今日ジャイアンツは1番に長野を持ってきて、はい、まあ、門脇、丸、岡本、ヘルナンデス、坂本、中山、岸田、戸郷と、はい、で本来だったら大城をと組ますんだけども岸田と組ましたよね、はい、まあ、それがどう出るかということ、うん、まあ、それと DeNA の方ももう最後に触ってきた、はい、1番を梶原から桑原に変えて、はい、まあ、桑原、牧、佐野、オースティン、宮崎、戸郷、梶原、戸柱ね、はい、戸柱、梶原、森、ケイという、はい、ね、まあ、こういう布陣で臨んだと、はい、でまずケイの立ち上がり、ね、初回いきなり長野がベテランらしく、はい、まあ、フォアボールを取って、で門脇の時にどうするかなというふうに思ったんだけど、はい、今まで前半でバントするケースっていうのはそんなになくて、で門脇も、まあ、バッティングっていうのは状態上がってるからね、まあ、どうするかな、紹介だからどうするかなと思ったら、まあ、送ってきたという、はい、ね、でランナーセカンドに進み、まあ、丸、ボンダー、岡本、はい、一塁が空いてることによってもう初回から申告敬遠、結構びっくりしましたね初回の。まあでもこういう試合っていうのはまだ試合展開から想像して、はい、まあ本当に両チームとも第5戦までやって7点7点しか取れてないんだよね。そうでした。でお互いが7点7点で1試合平均にすると1点4点ぐらい、そうですね、ぐらいしか取れてないっていうことを考えるとやっぱ先取点とかこの1点1点がすごい重いから、うん、もう最初からやっぱり岡本を申告敬遠したなというふうに、はい、でヘルナンデスが当たってないということもありね、でヘルナンデスが、まあ、詰まってショートゴロ、はい、あ、終わったなと思ったら守りがエラーと、はい、ファーストに暴投を放って、長野がセカンドから帰ってくるという、はい、まあ、こういう棚ぼたで、まあ、せっかく岡本をね申告敬遠しながら、エラーで1点を失うね、はい、まあそういう形になったよね、はい、で1回のジャイアンツ1点先制、はいはいはい、で2回、はい、まあ、オースティンね、先頭バッターでレフト前、はい、で宮崎三振、戸柱、センター前、はい、でここら辺でやっぱこう桑原と梶原をこう変えたような形になってるけども、はい、まあ、梶原がどういうバッティングをするかという、そうですね、ね、まあ、センターフライ、はい、で森がエラーした森が取り返すかなと思ったら、まあ、セカンドゴロという、はい、でまあこう点を取った次の回はしっかり、戸郷が抑えたという、はい、ね、いう形になりましたね、はいはい、序盤だからなんとなくこうジャイアンツベースになりかけたような、まあそうだね、はい、まあ、なりかけたというか、まあ、ミスで1点取ってるから、はい、まあ、それはもうイケイケになるよね、はい、でやっぱ取られ方が DeNA が悪かったから、非常に流れとしたら悪かったよね、なんか重苦しさみたいな、重苦しさがあった、はい、でそう感じてるうちに4回、はい、先頭バッター坂本、はい、ツーベースヒット、ね、で中山ライト、ここどうするかな、まあ、下位打線に入っていくからバントしてもどうのこうのって思ってたのね。そしたらまあ打たしに行った、引っ張りに行って、ランナーを進めるか、引っ張り行ってヒットで1、3塁を作る、もしくは打点を上げるか、そう考えてたんだけどレフトに大きなフライを打ち上げた、はい、あーこれフェンスの手前までだなとか思って、そしたら坂本がセカンドランナーの坂本がどうするか、はい、タッチアップしたんだよね、はい、でサードにセーフ、でもこれはやっぱ佐野の打球の追い方、はい、早くフェンスに行って早く落下点に入ってこういう風な取り方をしたらおそらく坂本は走らなかったと思うんだけど、はい、やっぱこういう風なバックをして取って切り返して投げる形になったからタッチアップができたと思うんだよね。
ね、はい、まあ中山も思い切り振って、まあ、ランナーも進めたし坂本も素晴らしくねあのいい走塁もしたと思うんだよね、はい、で岸田、はい、で、まあ、フォアボールワンアウト1・3塁、で戸郷、はい、もう最初からバントの構えだったもんね。そうですね、スクイズなのかセーフティースクイズなのか、まあ、まあそうだね、はい、だから1・3塁になったらセーフティースクイズだろうなっていうような感じがしてて、はい、で初球からやっていくんだけども追い込まれてファールファールになって、はい、追い込まれてもなおかつバントの構えしてた、はい、あれこれ追い込まれてもやんのかなと思ったら見事なバントだったね。でしたね、スリーバントスクイズ。いやそうそうそう、いや、まあこれが見事に決まって、まあ、2点目を取るわけだよ、はい、ね、まあ、その時にやっぱこうかなり喜んだなっていう感じはしたんだけど、はい、まあ、喜ぶはねそれはもちろん、はい、だけど勝負ってまだ分からないから、ええ、どうなんだろうってあんまり喜びすぎるとっていうふうに思ってたんだけど、はい、で5回表梶原がライト前ヒット先頭バッターで、はい、でこれやっぱちょっと簡単に出しすぎたなと思ったのね、はい、こう梶原に対してね、はい、で続く森、まあ、2点差あるからまあバントでもいいなとかいろいろ考えてたんだけど、まだ回が浅いから5回というね、まあ、中盤だから、はい、まあ、だけどやっぱこうエラーもしてるし森が取り戻すかどうか、まあ、そういうことにかけたと思うんだけど、ここでちょっと問題はやっぱボール2になってまっすぐを簡単に投げすぎたね。やっぱね森ってまっすぐに強いよ、はい、うん、それをものの見事捉えて、はい、一塁から梶原はホームに帰ってくる、はい、森は三塁打になるという、はい、でもこれで一気に流れが DeNA になったし、はい、でここでもう三浦監督もう迷うことなくピッチャーフォードに行ったよね、はい、代打フォード、うん、代打フォードね、はい、まあ、この前に K も変えてウェンデルケンが投げてるんだけども、はい、ウェンデルケンに変えて、あ、ウェンデルケンに変えてフォードをピンチヒッターに出すとね、そのまま追い込んでからフォークを叩きつけて、まあ、センター前に持っていくんだけども、はい、まあ、これで同点、はい、まあ、その後桑原とか、バントで送ったんだけども後続は倒れるということで、はい、まあ、2対2になった、はい、ね、これはもう流れ的にはさ1点取った方がもう勝つなとか思ってたんだよね、はい、で7回バルドナードが出てきて、ワンアウトからフォアボール、はい、エビナに代打エビナに対してね、はい、で桑原三振で牧、フォアボールで一二塁、はい、ツーアウトで佐野のところにあのショートに内野安打、はい、ツーアウト満塁でここでバルドナードを諦めて、はい、船場さんも持ってくるでバッターオースティン、もう一発出たら、はい、もうここで終わるし、まあその一発出たらもう満塁だしね、でどういう投球をするかなと思ったら全球スライダーで、まあ、3球勝負に行って、まあ、サードゴロ、はい、打ち取ったということなんだけども、あ、これで流れはもうジャイアンツに来たなっていうふうに思ったのね、はい、で、7回裏、はい、うん、門脇がワンアウトからツーベース、はい、ね、丸のショートゴロでランナーサード、ツーアウトランナーサードまた岡本、はい、申告敬遠でしたね、2度目のこの試合、いやもう徹底してたね岡本に対して、はい、それでツーアウト1・3塁、はい、またヘルナンデスね、はい、三振ということで、そうでしたね、はい、まあ伊勢だったんだけどねピッチャーがね、はい、変わってね、まあ俺フェルナンデスはすごく状態よく入ってきたと思うんだよね、で1本出ればと思ってたんだけどもとうとう1本出る前に、はい、変えられるというね、まあこの打席で変えられたんだけども、ヘルナンデスに1本出たら全然変わってたなって、こういうこのシリーズはね、はい、まあそんな感じもした。んで8回、はい、さあピッチャーどうするかなと思ったら、菅野と小林のバッテリーに変えてきた、そうでしたね、まあここはね一つのあの賭けだったと思うんだけども、はい、まあもう賭けだよね、賭けに出たよね、はい、これもう延長も踏まえて、2対2でここまで来てるし8回、はい、だからもうこのままもう菅野で押し通す、はい、まあそういうつもりだったんだろうなって、だからそのために小林も変えたしね、はい、小林に変えたし、
その8回、はい、まあ、三者凡退、はい、まあ、梶原も高めのね、まっすぐで三振取って、はい、やっぱこう球場の雰囲気も流れも変わったなっていうような感じがしたんだけど、はい、まあ、もう菅野が出てきた時から東京ドームの雰囲気すごかったですよね。いや、もうすごかったよね、いや、だからこれでやっぱこう流れを変えるかなって、人を変えることによって流れを引き込むかなと思った、はい、そしたら8回、はい、あ、坂本が先頭バッターでライト前出たな、はい、俺がちょっと残念だったのは、昨日はスパッと増田に変えたよね、ピンチランナー、うん、はい、でなんでここで変えなかったのかなっていうことがあるんだよね、はい、一つにね、はい、いや、それで、中山にやっぱ打たすかと、はい、送りバントかなと思ったんだけど、はい、だから打たして、まあ、ライトフライ、はい、まあ、ランナー進めることができなかった、はい、で8番に、小林を入れた関係上オコエが入ってるんだよね、センターにね、はい、ヘルナンデスの代わりで、その8番オコエがレフト前ヒット、はい、うん、でワンアウト1、2塁で続く小林誠司、はい、ね、小林誠司初球に、ね、やったなと思ったのはレフトオーバーかと思いましたよね。そうそう、それがもうライン上ね切れてって、まあ、ファールになったんだけども、はい、まあ結果見逃しの三振ということでね、はい、まあ1番に戻って立岡、はい、ね、立岡も初球のスライダーを拾ったような形だったんだけども、まあライトがぴったしという、はい、ね、でここも伊勢がしのいで、まあさあ9回と、はい、でまあ当然菅野はね、なんていうの、イニングまたいでいくよね、で先頭バッター、はい、森、ライト前ヒット、はい、うん、森の中でねやっぱり読みはスライダーであったと思うんだよね、はい、これなぜかというとさ、まっすぐ打ってるよね、はい、スリーベースを、ええ、でピッチャーは違えど、なんか自分の中で若いからピッチャー変わってるっていうことよりも自分本位で考えたと思うんだよ。でまっすぐは来ない、スライダーだなっていうような形で、はい、俺を打ちに行って見事ハマったと思うんだけども、はい、ここら辺が怖いのはバッテリー変えると前の配球がなくなるっていうことだよね、はい、ただバッターは出続けてるから、はい、なんか勝手に思っちゃうっていうことだよ、ええ、まあ、そこら辺からこのライト前に打たれたというね、はい、感じがしたんだけども、はい、で9番にピンチヒッター柴田、はい、もう当然送りバントだよね、見事に初球で決めた。で桑原、はい、あのランナーセカンドから、はい、ワンアウトランナーセカンドで桑原サードゴロ、ね、ファーストにスロー、その間にサードを落とし入れた。森が好走塁でしたよね、まあ、好走塁だな、まあ、勇気のあるね、はい、あのいるプレーだったけども、まあ、見事にね、はい、サードを落とし入れて、はい、で、牧ね、低めのスライダーを 3,4 回に打って、はい、まあ、勝ち越したという、はい、まあ、この時点で3対2と。そうですね、はい、で9回には、森原が出てきて、はい、まあ、三者凡退に打ち取るという、まあ、形だったんだけど、どうやろうな。いや、でもたくさんポイントがあったと思うんですけど、まあ、最初森のミスがあったり、うん、まあ、ね、はい、それから、岡本和真を歩かせるとか、まあ、ね、はい、まあ、巨人の方では俺はやっぱ坂本が先頭バッターに8回出た時に、はい、攻撃を仕掛けるという意味では俺は増田大輝で良かったと思う、うん、俺阿部監督の中で引き分けでもいいとか、はい、そういう引き分けが頭にあるから多分増田大輝を出せなかったんじゃないかなって思うんだよね。まあ、少なくとも延長が長引くことを、うん、もう一回打順が回ってくることを考えて出せなかった、うん、出せなかったと思うんだよ。そういう感じはしますよね、うん、これで増田大輝が出てたら、はい、やっぱねバッテリーの警戒度も違うしランナーに対してちょっと変わったと思うんだよね、はい、うん、あそこで1点を取ってもうそこの1点で勝ちに行くんだっていう作戦だとしたら、うん、ピンチランナーだし、もしかしたら、うん、バント？バントでも良かったと思う。ですよね、うん、で走らすことだってできたということ、何か一か八かでね、はい、うん、だからここら辺で大事にいったっていうのがやっぱり優勝してるチームって引き分けでもいいっていう頭があるからさ、うん、はい、
ここら辺が俺を邪魔したんじゃないかなっていうような気がするんだよね。今日引き分けならジャイアンツが日本シリーズ進出っていう条件ですからね。そうそうそう、うん、でも逆に条件としては勝たなきゃいけないって言ったら、はい、俺は坂本に増田大輝をダイソー送ったと思うんだよ。だからここら辺が難しかったんだろうなって思うよね。あと中山が、はい、やっぱり非常にいい状態で当たっていて、うん、でバントさせるのももったいないぐらい当たってるという、他が当たってたら、はい、逆にバントだったと思う。いやだけど当たってなくてここでチャンスを広げてくれないとやっぱ点が取れないっていうふうに考えると、はい、やっぱなかなかバントはできないよね、はい、やっぱり当たってる中山にかけたかったし、今日も実際にその前2本打ってましたからね。いやそうなんだ、中山しか当たってないという。今日はやっぱ坂本の中山が当たってるだけに変えることもできないし、はい、送ることもできなかったというね、はい、まあここら辺がちょっとね難しかったと思うよ監督としたら、はい、うん、だからこれは責められないし、やっぱ菅野小林でね最後行って受けた。でもね俺ジャイアンツは本当に手を尽くしたと思うんだよね、はい、うん、だからまあこれはもう責められないし、で DeNA の方はもうねヘトヘトだと思うよ。よく勝ち切ったと思うよ。だって初戦才木、はい、高橋遥人、戸郷、菅野、はい、グリフィンって勝ってきたんだから、はい、だからもう大したもんだよ、はい、でまあエラーがね最後の方こう出たと思うけども、これはまあ来季の課題としてね、まあ、やってほしいし、まあ日本シリーズね出るからにはやっぱ恥ずかしい試合はしてほしくないし、はい、ね、閉まったゲーム相手は強いソフトバンクっていうこともあるしね、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思う、まあ、ベイスターズ下克上って言われる勝ち上がり方ですけど、まあ、そうだね、でももう出るからにはセリーグ代表ですよね。そうそう、堂々とね、まあ、ジャイアンツの選手は本当にあの状態が良ければね、バッターのバッター陣の状態が良ければ、はい、あっていうふうに思う悔いは残るだろうけども、本当に投手陣はよく頑張ったしね、はい、うん、こういう僅差のゲームって本当はジャイアンツのペースなんだよね、はい、DeNA ってやっぱ豪快に打ち勝つっていうそういうのが一つの持ち味なんだけども、でもその接戦の中で本当によく耐え切ったと思う最後なんかはね、はい、まあ、本当に両チームお疲れ様でしたって言いたいし、はい、まあ、日本シリーズでもねやっぱこう DeNA ソフトバンクは待ち構えて頑張ってほしいなと思います。そうですね、はい、まあ、ジャイアンツの選手、阿部、ね、まあ、新監督というか、まあ、本当にお疲れ様でした、まあ、残念だろうけども、ね、あのよく戦ったと思います。いいチームでしたよね。いいチームだった、はい、お疲れ様でした。お